夏京は中華民国の政治家。新日地方政権である新北自治政府の最高委員。後に蒙古連合自治政府で副主席に就任した。1897年に巨人となる。その後、中学道教員や知見を歴任した。1937年9月、日本軍が三省省大道県を占領する。在野にあった夏京は、 日本軍により招兵され、大道で、新北地安維持会を組織した。10月15日、新日地方政権として、新北自治政府が組織され、夏と馬長崎がけが最高委員に任命された。11月22日、カルガン口において、猛虎連盟自治政府、殺難自治政府、新北自治政府の代表者会議が開催された。その結果、 盲卿連合委員会が成立し、夏は、総務委員兼交通専門委員会委員となる。1938年10月23日から11月7日に、かけて、夏今日は、徳王、牛名教と共に、日本を訪問し、昭和天皇に拝越、靖国神社を参拝した。1939年9月、上記3政府が合流して、盲庫連合自治政府が成立。 夏は、同政府の副主席に任命された。翌1940年1月10日に副主席を、辞職、大同単行株式会社理事長となっている。ジョトモハル、民国人物大事典贈帝版によると、夏今日は1941年に死去したとされる。しかし、朝日新聞1943年5月8日、報道によると、夏今日は、 満州帝国の安則帝から訓に慶運賞を授与されており、これに関して特に追贈との中期はない。また、朝日年間昭和19年版の大東亜人名録でも大道団公理事長として存命人物扱いでの記載が見受けられる。以上から、夏今日は1943年時点では存命の可能性が高い。ただし、1945年8月に、 猛古自地区にが崩壊した時点においては、夏京の生死、行方は不詳である。ありがとうございます。